世界相撲選手権大会が7日、ポーランドクロトシンで開幕した。大会第1日はジュニア、U18 の部とシニアの部団体戦1回戦が行われた。ジュニアの部には日本から男女各4階級ずつの計8人が出場し、全員が金メダルを獲得して見事世界一に輝いた。団体戦も男女共に日本が制した。男子軽量級、80キロ未満は、 全国高校選抜大会80キロ級優勝の田島のりふみ、岐阜農林校3年が初めての世界の舞台で頂点に立った。決勝はハンガリーの選手と投げの打ち合いになり、右からの上手投げで競り勝った。女子軽量級60キロ未満は、谷総夏、秋田、大館方面校3年が初出場で優勝。決勝は、 もろ差しからの右下手投げでウクライナの選手を破った。男子中量級100キロ未満は、三橋城野進、鳥取城北高3年が昨年に続いて出場。低い体勢でじっくり攻める相撲で勝ち進み、決勝はブラジルの選手を左でいなしてからの送り出しでどけて2連覇を達成した。女子中量級75キロ未満は、岸本花、静岡、 飛りゅ二2年が初出場で優勝。相手をよく見ながらの攻めで勝ち進み、決勝はもろ差しで寄っておいての左下手投げでエストニアの選手を破った。男子重量級100キロ以上は、全国高校総体3位の浅田春と、和歌山、二ノ島校二2年がこちらも初出場で優勝。決勝は、ポーランドの選手をもろ差し速攻で寄り切った。東京、 アダチ神殿校一年の西崎総馬は昨年に続いて対代表で出場し、3位決定戦で惜しくも敗れた。女子重量級、75キロ以上は、安倍奈々、石川、金沢学院大附属校一年、が全試合で電車道の圧倒的な強さで初優勝。中3で銀メダルを獲得した昨年の成績を上回った。男子無差別級は、 2年連続高校横綱の西出大輝和歌山商業校3年が重量級を制した昨年に続いて世界2連覇。総当たり戦の全4試合で圧倒的な強さを見せた。女子無差別級は8月の第1回全国高校女子選手権を制した後藤渚。鳥取城北校2年が初出場で優勝。決勝は力強い押し相撲で台湾の選手を圧倒した。 男子団体戦は、先鋒、西出大輝、中堅、浅田春人、大将、三橋城の真の夫人で臨み、初戦から決勝のブラジル戦まで全て3対0の完全優勝。第1回大会から続く日本の連覇を18に伸ばした。女子団体戦は、先鋒、安部菜奈、中堅、後藤渚、大将、岸本花の夫人で臨み、 こちらも初戦から決勝のウクライナ戦まで全て3対0の完全優勝。7連覇を達成したジュニアの日本代表は男女共に個人も団体も全員が全勝で完全優勝。大会前に西出大輝が先輩方が繋げてくれているのでしっかり受け継いでいくと話していた通り最強チームジャパンの圧倒的な強さを示す結果となった。なお、 昨年3位のモンゴルチームは団体戦に出場せず、昨年多数出場していた鳥取城北高や神奈川、旭川岡高に在籍する留学生たちも、今年は一人も出場しなかった。